雪が降っていたのでチェーンを装着しました。購入して3年目にしてやっと活躍の場ができました。結構険しい道で命からがらおそらくスノーパークに着きました。皆さんこんにちは、 DK です。現在ですね、北日本西日本の、日本海側を中心に大雪警報が出てます。そんな中ですね、友人と2人で広島県にスノーボードに行ってきました。もともとですねこの日にスノーボードに行こうって予定してたので、たまたまその大雪警報と重なって、私の愛車フリードスパイクに3年前に買った非金属チェーンをつけて行きました。で、おそらくスノーパークに行ってる途中なんですけど、なんか広い道と近道だけど、狭い林道があるんですけど、Google マップがですね、この狭い林道の方を選択してたみたいで、知らず知らずにその林道の方に入っていって、で、ガードレールもなくて、車も1台しか通れるような幅がなくて、死ぬような思いがしました。
で、私の後ろにも、プリウスと、その後ろにスズキの SUV かなんかが、連なってきてて、もう引き返すこともできないんですよね。で、結局、なんとか、お空間に着いたんですけど、お空間に着いたら雪がもうめちゃくちゃこう吹いてて、これ、帰れないよなみたいな感じで、もうしょうがないけど、お空間降りて、芸北スキー場に帰ようか、みたいな感じで話し合って、で、今度は安全な道を通って、お空間を降りて、芸北スキー場の方に向かいました。で、その途中にですね、八幡リゾートハイランド191っていう、スノーボード、スキー場があって、もうそこにしようよっていうことで、そこにしました。で、やはりですね、大雪の吹雪で、もう視界が全然悪かったです。ゴーグルが必須でした。で、まあ、そうですね、もう2時間半くらい滑った後に、帰りがこれちょっとやばいんじゃないかなということで、早めに出ようよということで、車をもう、何時かな ?12 時ちょい前に、スノーボードを始めて、もう14時30分には上がりました。で、帰りの車がまたやばかったですね。もう、帰り、戸河内インターから、中国自動車道山陰側を通るのは非常に危険だと判断したので、一旦、広島市内の方に出て、そこから山陽自動車道を通って、下関に帰ろうということで、まあ、とりあえず、戸河内インターチェンジまで、車を走らせたんですけど、もう途中はめちゃくちゃ怖かったです。ホワイトアウト寸前というか、もう視界ゼロというか、もう真っ白で何も見えないような状況になりました。で、車ももう20キロぐらいで走行して、もう命からがら、戸河内インターまでたどり着きました。で、戸河内インターから広島市内の方に出て、そこから山陽自動車道に入った時は全然雪がなかったんですけど、しばらくするとですね、今度高速道路の上も大吹雪が来て、山陽自動車道ももうホワイトアウト寸前ってちょっと言い過ぎかな。もうかなり走るのが危険な状態になってました。で、スピードの方も50キロ規制、40キロ規制みたいな感じの標識が出てたんですけど、とてもじゃないけど、もう40キロも50キロも危険だなと思ったので、もう30キロぐらいでゆっくり帰りました。で、まあなんとか、命からがら下関インターチェンジを降りて、友人を下関の自宅の方に送り届けることができ、私もですね、その後関門海峡を通って、自宅の北九州に帰りました。北九州はですね、そんなにというかほとんど雪が降ってなくて、もう溶けてる感じでしたね。まあとりあえずですね、今日無事に帰り着いてよかったです。大雪の日はですね、みんなこうスノーボードとかスキーに行きたいと思うかもしれませんけど、高速道路とか山道のことを考えると、やっぱちょっとこれ危ないなと思いました。特に私の車はですね、二輪駆動なので、一旦こうタイヤが空回りするとなかなか進めなくなるんですよね。まあそんなこんなで今日無事に帰れたことを感謝します。それでは皆さん、また。